皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョバエルやっていきましょう。今日の動画はですね、ついにあの最強選手を市場で手に入れたので、そちらをね使っていこうかなと思います。まだね受け取ってないので早速受け取っていきましょう。取引リストから、はい、こちらですね。ロナウド選手6300万、いや、やば。使っていくポジションはこちら433のソン・フンミンの位置で使っていこうと思います。はい、一応スキルブーストも10なるんで悪くないかと。で、強化もしていきますね。継承で、ここら辺の選手は使わないんで継承していきましょう。能力が110 7 OVR で、能力見ていきましょう。はい、能力はこんな感じですね。 OVR が117と、で、逆足が5、瞬発172、脱出スピード174、まあ、こう見るとね、そんなに、まあ、強くないっていうとあれですけど、高くないんですけど、なんかロナウド強いんですよね。なんでだろう、本当に強い。身長183センチで、活動量どっちも中なんですよね、実は。うん、で、特性ラインブレーカー、フィネッシュシュート、あとはスピードドリブラーの3つですね。まあね、この選手今回使ってね、どんな感じの使用感かっていうのをね、お伝えしていこうかなと思います。それでは早速試合の方に行きましょう。さあ、試合やっていきましょう。相手が96万ですね、トロフィーで、自分が105万と。で、これね、試合しながら動画撮ってるんで、声はね、生で、はい、入れています。勝てるかな、心配だな。結構ね、声後入れが多いんで、試合するときは基本的になかなかこうやって試合しながら喋ることないんで、緊張します。しっかりロナウドを活躍させて勝ちたい。はい、そしたらちょっと2試合目もやっていきます。お、105万同じぐらいですね、ちょうど。ポジション変え、フォーメーション変えました。442かな、433じゃなくて442で今回やっていこうと思います。2回目はこれでうまく活躍させて勝利したい。さあ、行きます。まあ、1点ぐらいね、ロナウド取りたいですね。縦フリット入れる。で、フィーゴ、フリット、ロナウド。さあ、どうするこれ。出して、走るか、ロナウド。いや、出せないな、それは。さすがに。いけないっす。いい上がり。なんで最後のとこいいんだ、なんでお前そのとこいいんだ。ちょっと待って。最後、センターバックだろ。待って。ちょっと早い。もうこれ大丈夫。いや、中ちょっと、負けてるじゃないですか。オッケー、ナイス、ビエラ。オッケー、いいね、ワンタッチつないで。素晴らしい。さあ、縦ロナウド入れる、フリット、ルーレット、外散らす。デサイなんかおかしいとこいるな、これ。もしかして変わってる、ビエラとポジション。こっちチャンス。いいとこいる。チップイント、ルーレット、落とす、ライカルト。普通に無理だね。いや、これやばい。ビエラやっぱセンターバックになってるな。デサイがボランチやってるな、これ多分。オッケーオッケー、取れるか。いやー、取れん。これやばい。サイド、オッケーナイス。マルディニ、いいディフェンス。いやー、素晴らしい。完璧な守備だ。さあ、後半。いきます。皆さん結構攻めのこの、変わるやつは使ってんのかな？攻撃サイド変わるやつ。どうなんだろう。さあ、ビエラからライカールと、縦空いた、いいね。ロナウド、いい動き。ソン・フンミン入れる。走れ。そう。いやー、アルカンタの守備がいい。さあ、カウンター怖いな、これ。さあ、マルディニ、オッケー、ナイス。大丈夫っしょ。カンナバーロ。でさあ、いいよ。でさあ、いやー、こだされるのきつい。おぶね。ナイス。うまい。さあ、これ、縦切りながら。そうそうそう。オッケー、オッケー。いやー、取れないか、そこ。大丈夫っしょ。これ入んの？なんでこれ入るの？シュートコース切ってんだけどな、これ。いや、おかしいだろ。なんで、あれで打てるの。さあ、0対1と。さあ、さあ、さあ、厳しい。フィーゴから。ロナウド活躍できてない、全然。いや、ちょっとどこ出してる。いや、ちょ。さあ、ライカールと。いいね、ロナウド、ナイス。いや、神。いました、今、ロナウドのキックフェイントからのシュート。これ、ね、うまく取っ
って一個キックエンド運んで、いや素晴らしいね、この距離決めんのでかいっすね。いいぞいいぞ。さあもう一点取れるか、時間がないぞ。しかしよし、ナイス、あるぞこれ。縦入れる、フリット、ロナウド、どうする、縦、いや神パス、神、今の見た、いや完璧、いや気持ちいいねこれ、パスめっちゃうまかったな。これもリプレイで後出しましょう。ナイスゴールと。さあ逆転、ロナウドの1ゴール1アシストの活躍で、さあこのまま終わりたい。さあさあさあ、デサイで立ち上がり怖いよ、しっかり守ろう。いやこれ怖い、いやちょっと待って、これ怖いぞ、ヘンダーソン。いやうまい、それはファールか、あぶねえ、ファールかと思った。ロナウド裏抜けろ、バカ、取れ方最悪。さあマルディーニどうする、上げてくるかな。オッケー、これおーし、勝ちました。いやロナウド良かったですね、1ゴール1アシストで。はい、ということでね、ロナウド使っていったんですけど、まあ、1ゴール1アシストの活躍で、いやかなり強かったですね。やっぱりまあ白レジなんでもちろん強いんですけど、なんかロナウドはね、なぜか能力以上の強さをやっぱ感じますね。まあ、かなりね白レジ自分も使ってきたんで、今後その白レジの使用感だったりのランキング、使いやすいランキングを自分なりにね、はい、発表していけたらなと思っております。ぜひねそれも楽しみにしていただければなと思っております。もし何か質問ございましたらコメント欄の方によろしくお願いします。自分でこの選手使ってほしいとかありましたら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。市場で買える範囲だったら買って使ってみようと思うので、はい、よろしくお願いします。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。